こんにちは、みんな。65歳になっても、どうすれば自分の魅力を維持し、自分自身の魅力を確立できるでしょうか。年齢を重ねても美しさと魅力を醸し出す女性の5つの特徴を大公開しますので、お見逃しなく。人々の寿命が100歳にまで伸びる現代、65歳や70歳は人生の終わりではなく、新たな人生の始まり、第二の人生として認識されるようになってきました。そのため、 この年齢に達しても多くの人が自己を磨き続け、スキルや能力を高め、独自の魅力で輝いています。皆さんの周りにも、年齢よりも若々しく魅力的に見える方が一人や二人はいるのではないでしょうか。なぜ彼らはこれほど魅力的で輝いているのか疑問に思ったことはありますかそして、あなたもそのような魅力的な人間になれるという自信はありますか年齢を重ねても魅力的な女性の特徴を五つ見てみましょう。 年齢を重ねても魅力的な女性の特徴一つ目は、自分のストーリーや人生哲学を持っているということです。春の花よりも紅葉の方が美しいという言葉があります。赤いカエデの葉の美しさは、春の若々しい輝きからではなく、何ヶ月も続く天候の変化を経て成熟した葉から生まれます。老後の美しさも同様です。それは、体型を維持したり、 派手なメイクや高価な服装から来るものではありません。むしろ、それまでの経験や年月、そして、内面の成長によって形作られる深い美しさです。それは成熟、人生哲学、そしてゆったりとした屈託のない態度によって表現された深淵な美しさです。人生において、外面的には完全で完璧に見えるのに、座って話すと何かが欠けているように見える人がいます。 彼らはゴシップ、見たドラマ、または有名スターの舞台裏の話について再現なく話すことができます。彼らは夫、子供、義理の両親について話すことはできますが、自分自身の話を共有することはできません。それは思考の深さと時間をかけて蓄積した価値観の欠如です。会話は人生の表面を中心に展開するだけで、独自のアイデンティティや人生哲学が欠けています。 逆に、話していると一気に惹かれてしまう女性もいます。彼らは単に人生について語るだけでなく、自分たちが経験した困難や人生の大きな課題をどのように克服したかについても共有します。それらは忍耐、闘争、そして個人的な勝利の物語です。そのような女性は、多くの浮き沈みを乗り越えて蓄積してきた冷静さと成熟さを持って、 人生の問題にどのように対処するかについて常に明確なビジョンを持っています。彼らは自分の人生哲学や将来への願いを共有することを躊躇しません。どれだけの年月が経っても、彼らは今も情熱の炎と人生の方向性を持ち続けています。魅力的な女性は、自分自身や自分の人生を目立とうとしたり自慢したりしません。それどころか。その美しさは、秋の真っ赤な紅葉のように、 自然に輝き、浮き沈みを経て成熟した美しさです。その美しさは、安らぎ、痛みを乗り越えた笑顔、挑戦と勝利をまっすぐに見つめた目から生まれます。これらの女性には、傘の輝きは必要ありません。人生そのものが、野女たちの美しさの証拠だからです。美は外側からではなく、人生に対する深い理解、思いやりと知恵から生まれる内側から生まれます。それは、 年齢や年月を経ても色あせる。ことのない、時代を超越した美しさです。魅力的な年齢を重ねた女性たちの二つ目の特徴は、まるで、香りを放つような存在であることです。私たち一人一人には、独自の品格、つまり魂があります。言い換えれば、それは彼らの魂です。その品格は、一夜にして手に入るものではなく、長い時間をかけて、 経験や学び、人との接し方を通じて積み上げられていくものです。そして、その品格は容易には失われず、まるで優しく香る香りのように、目には見えないけれども常に。そこに存在しています。たとえ自分に多くを持っていなくても、人を助けようとする人、忙しくても他人に譲り合い、時間を割いてくれる人、困っている時に寄り添い、共に問題を解決しようとする人、 そうした人々は、まさに、優しさの香りを放っています。彼らは、すべてが順調な時だけでなく、困難な状況でも寛大さを失わないのです。そういう人たちはいつも前向きな視点で物事を捉え、人を裁かず、競い合うことなく、常に共感と分かち合いの心を持っています。他人の欠点や過ちに対しても、寛容さを持って接します。 彼らの行動は優しさからだけではなく、人生は必ずしも簡単ではなく、誰もがサポートと許しを必要としているという理解から来ています。それは、誠実さから放たれる心地よい香りのような、その性質が魅力です。他人を引きつけるために高価な香水やゴージャスな服は必要ありません。誠実な生き方、優しさ、そしてオープンな。心だけで、他人に快適で安心感を与えるのに十分です。 美しい日々から漂う香りを持った、そんな人は魅力的な人です。彼らは外見だけでなく、心、魂、そして周囲の人々への接し方にも影響を与えます。それは時を経ても色あせることなく、逆に強く深くなる魅力です。私たちは常に香りを発しているわけではないかもしれませんが、少なくとも、ネガティブなこと、利己主義、人生に対する鈍感さなどの悪臭を発しない。 生き方を心がけてください。最後に、自分に問いかけてください。あなたはどんな香りを放っているのですか、それは優しさと誠実さの香りなのか、それとも他者を遠ざけるものなのか。答えは、あなたが毎日をどのように生きるかを選択することにあります。三つ目の特徴、人間性こそが魅力の本質です。どんなに容姿が良くても、社会的に成功を収めても、 性格が良くなければ意味がありません。私たちは、権力を持ち、裕福な人々が非常に悪い態度を取るのを何度目撃したでしょうか。例えば、裕福な愛人とその娘の物語です。彼らは自分の部下を奴隷のように扱い、叫び、無礼に叫び、他人を軽蔑し、けなめます。これらの光景は、衝撃的で、彼女たちの恐ろしい人間性として強烈な。 印象を残します。その人を本当に魅力的にするのは、その人の行動や性格です。どんなに権力があっても、お金持ちでも、他人を見下していれば、あなたの魅力はすぐに消えてしまいます。周囲の人の目から見て不快になることさえあります。人格はお金や地位で隠すことはできません。それは、自分よりも立場の低い人や年下の人に対する接し方に現れます。権力、 地位、年齢を利用して他人を見下すような発言をしないでください。そのような振る舞いをすると、自分の価値が下がるだけでなく、周囲との距離や嫌悪感も生まれます。店舗、サロン、レストランで、顧客サービスの立場にある従業員は、あなたが彼らよりも権力があるからといって、見下されたり、軽蔑されたりするのは当然のことではありません。 敬意は双方から得られるものでなければならないことを忘れないでください。他人に対するあなたの丁寧な扱いは、優しさの表現であるだけでなく、あなたの、性格の尺度でもあります。年齢に関係なく魅力的な女性の特徴四つ目は、身だしなみに気を配っていることです。たとえ年齢を重ねても、女性はセルフケアを怠ってはいけません。65歳になった女性の多くは、 この年齢になっても、外見を気にする必要があるのだろうか、と疑問に思うでしょう。実際、外見に気を配ることを放棄した瞬間、あなたは自然な魅力を失い始めます。否定できないのは、女性は年齢を重ねても、年齢に応じた美しさを保ち、維持する。方法を知っていれば、依然として注目を集めることができるということです。もちろん、 20代の女の子のすべすべの肌や S ラインのボディを中年女性と比べるのは無理があります。成熟した女性の美しさは、若い頃の若踊り自身外見と競争しようとすることではなく、彼女たちが投影する自信と明るく見栄えの良い外観にあります。これにより、実年齢よりも若く見えるようになります。顔のシワ派傷ではなく、時間と貴重な経験の後です。特に、笑顔から現れるシワは、 魅力、温かさ、魅力を生み出します。笑顔は見た目のポイントであるだけでなく、若々しさを保つ要素でもあります。笑顔は8歳若返るという言葉がありますが、これは決して突飛なものではありません。たくさん笑うと、顔が明るくなるだけでなく、より親しみやすく、好感が持てるようになります。笑顔はあなたの周りの人々とのつながりを生み出し、あなたの周りにいると彼らに快適で安心感を、 与えます。だから、日常生活でもっと笑うことを恐れないでください。笑顔だけでなく、服装やきちんとした身だしなみにも気を配る必要があります。女性は年齢を重ねれば重ねるほど、その場に応じた服装選びや礼儀正しい身だしなみが求められます。服装は個人のスタイルを示すだけでなく、自分自身と周囲の人たちへの敬意も表します。 年齢に応じてきちんとした服装をする方法を知っていれば、あなたは輝き、より魅力的に、なれるでしょう。魅力的な女性の特徴五つ目は、常に進化しているということです。魅力的な女性とは、会うたびに成長をはっきりと感じられる人のことです。大きな成功や大きな富を達成する必要はなく、むしろ絶え間ない努力と学習の精神が必要です。そのような女性は、 年齢を重ねても決して立ち止まることはなく、常に自分自身を成長させる機会を探しています。彼らは、人生は継続的な旅であり、学び進歩することが魂を若々しく活気に、保つ方法であることを理解しています。この年齢で他に何ができるだろうなどと考えていると、老化が早くなるだけです。その考え方を捨てて、年齢に関係なく、 発見し学ぶことができることは無数にあると信じてください。その精神があれば、あなたは挑戦、機会、そして意味に満ちた人生を送るでしょう。この考え方は人生を豊かにするだけでなく、あなたをよりダイナミックに、若々しく、魅力的にします。新しいものに。対する好奇心を刺激することは、人生を新鮮に保つための最良の方法です。変化を恐れず、受け入れ、 柔軟に対応していきましょう。年齢を重ねれば重ねるほど、知識やスキルを磨く必要があります。楽器であれ、料理であれ、あるいは英語のような新しい言語の学習であれ、何を学ぶかは関係ありません。大切なのは何を学ぶかではなく、常に新しいものを探し、常に自分を高めていく精神です。考えたことのない分野でも、怖がらずに。ぜひ挑戦してみてください。 常に学び、向上し続ける意欲があなたの特別な魅力を生み出します。あらゆる小さなステップ、あらゆる小さな努力があなたの成長に貢献します。自分自身を克服するたびに、あなたはより自信を持ち、他の人の目から見て魅力的になります。女性の真の美しさは外見だけではなく、内面の成熟にもあります。それは知識、経験、 そして継続的な学習の精神の組み合わせです。これらの特質こそが他人の目だけでなくあなた自身の目にもあなたを魅力的で賞賛に値するものにします。結論、女性の美しさは外見だけではなく自分自身の世話や扱い方にもあります。大切なのはあなたが何歳であるかではなくあなたが自分自身についてどのように感じその自信を投影しているかです。 内面と外面の両方の美しさを育む方法を知っている女性は、どれだけ時間が経っても輝き続けます。自信と前向きな精神が美しさを長期的に維持する鍵となります。先日、年齢を重ねても魅力的な女性の5つの特徴をお伝えしました。世界で最も美しい人と呼ばれる有名な女優踊りー、ヘップバーンはかつてこう言いました。本当の魅力は内面から来るものだが、 外見の美しさは単なる飾りに過ぎない、年齢を重ねるにつれて、外見の美しさに固執するのではなく、内面の魅力を磨くようにしましょう。自分を愛し、自分を大切にする方法を知っていれば、美しさは何年経っても色あせることはありません。これは単に外見を維持することにとどまらず、魂を発達させ、知識を培い、楽観的な精神を維持することにも当てはまります。 自信、人生の喜び、そして人生への愛は、女性がこれまで以上に魅力的になるのに役立つ要素です。いくつになっても、常に清潔で輝かしい自分を保ち、自分自身を大切にすることを決して怠らないでください。本当の美しさは、自分自身を愛し、尊重することから始まります。いつの時代も、あなたを永遠に引きつけるのは、内なる自信と幸福です。 このビデオが、役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンとコメントしてください。そうでない場合は、ゼロとコメントしてください。あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。